まりました、スカイツリー、イエーイ。かわいい、かわいいかな、かわいいっていっぱいみんなが言ってくれて嬉しい。なんかね、いろいろね、できることもあるので、今日はいろいろ考えてきてるのし、練習とかもしてきてるので、最後まで、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければなと思います。よろしくお願いします。オイラはね、噛まれるのが好きなんだ。吸血鬼とかが好きでね。はい。一回それをやってほしい。お前はいい刃を持っている。仕事帰りの美人 OL 役やるから細かいな役が、はい、ちょっと無理やり襲っていくよ。あ、じゃあ美人 OL やりますね。声変わっとるやないか。残業で遅くなっちゃった。暗いな。ちょっと、そこのお姉さん、はい、すごく綺麗だね。あのさ、スクエアずっと思ってたんだけどさ、お姉さんの血吸わせてもらってもいいかな。そんな甘い匂いしてる。私、うん、してる。本当レアな血。うん、うん、そう。あ、そんな、でもやだ。あ、そう、やば、やば、見せて。よし、カメラ俺のこといいから刃を映せ。すー、良い、すごく良い。これやっぱ白雪と同じだね。違う。違うの。違うって。違うよ。違うのか。そっか。じゃあスコヤと結婚しない？する。する？ってことはやっぱり。トモエさんじゃん。待てー。バーチャル空間でバンドがしたい。ということで今日はイカれたメンバーを紹介するぜ。ギターの夢追いかける。そしてベース夢追いかける。そして本当にラストです、ボーカル夢追いかけるです。よろしくお願いします。日常に追えたいようにかし取りたいものもない無欲なばかりはなれない。それで君はいいんだよ。ヒリヒリと生き様をそのために死ねる何かをこの時代に叩きつけてやれ。飛ぶぞ。追いかけて届くよ僕ら一心に羽ばたいて追いかけて抱かれたよ。朝焼け色に染まってく渡りの海のようにいつか舞い戻るよ。ありもしないストーリーを捕まった日々は。嬉しい、ありがとう。ありがとう。いや、いいセンスやったやろ。センスだけにいいセンスやったやろ。イエーイ。見てや、ちょっとさ、桜がさ、まぶいよこれ。ほら、気づいた？私がこうやってしようときにさ、舞い寄ったぞ。いいよかったやろ。よかったやろ。やろやろ。イエーイ。私はいろんな他の二次三次ライバーの 3D 配信に出る、あの初 3D お披露目配信に出るのが大好きだからな。おめでとう。普通ならここはお祝いするところかもしれないが、私はお祝いなんてしない。リツキン、お前には 3D はまだ早い。出直してこい。また爆破してくれるわ。ちょっとちゃいちゃん、めっちゃカミカミやったし、なにこの大事な 3D 配信まで爆発されずさせるわけにはいかん。くーフルアーマーリツキンメイクアップ。チャージ。目標は花畑財か。いっけー。
はここにある実験用具を使って実験の方をしたいと思います。イエーイ。先生、今日は何の授業なんですか？ここで入るんだ。え、今日はですね、授業っていうよりはあれですね、賢くなる薬を作ります。賢くなる、もう頭悪そうです。うるさいね、うるさいんだよな。うるさいな。怖い。でこれをわーっと入れます。やめて、やめて、やめても、はいはいはい、止めないよこんなに。はい、でも最悪だ。はい、まあ、こんだけね量が大きくなっちゃったんだけど、まあ、これを全部飲めば賢くなる。じゃあ雰囲気飲んでよ。いや、火じゃなくて、何を言ってるんですか。あ、ちょっと待って、なんか変な、あれあれ、ちょ、これ大丈夫ですか。え、なんかやば、え、ここなら、なんか警報、やばー、やばー、逃げろ、逃げろ、こらこら、やばー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 、え、なにこれ、え、ちょっと待って、逃げろ、逃げろ、何か起きるかもしれない。これ私だけやん、しかも。これさ、記憶が思い返されるの。あ、これでクリアしろってこと？あ、それを乗るの。いや、もう絶対無理だよ。だってもうやばい、もうこれ本当に分からない。全然分かんない。乗ってるのかな？ないじゃん、なんだこれは。え、待って。ちょっと。わあ！危ない危ない。すごいな、もうほぼアウトだから。なんで必ずここも横にはけちゃうんですか？え、これで OK ですか？乗れましたということで、うわー、みんなついにニョイソシエル 3D で馬に乗ることができました。え、可愛いんだけど、めっちゃ、よし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 、魔女だって知ってるよね、大丈夫だよね。エビオストリート。あ、これエビオストリートっていう名前ついてるんだ。これエビオくん、X くん、あ、なるほど、 X くん、確か X くんの時でも見たな。まあ、同じ異世界ではないけど、異世界ね、似てるのかもしんないね。いや、今初めて知った人は私を何だと思って見てたの。変な格好してるコスプレの女だと思ってたのか。魔女です。ちなみに炎の魔女です。見ての通り炎の魔女なんだけど、私ね、ずっとメラしか使えないって言ってきてたじゃん、まあ、とりあえずメラをね、パパパッとちょちょいのちょいで見せてやろうかなと思いますよ。これぐらい、メラぐらい毎日日常茶飯事使ってるので、とりあえず小手調べにね、メラをほっ。なんとこれ、私大きさ調整できるように練習してきたの。はっ、おうわという感じでね、こういう使い方もできますよっていう。メラから派生できるから、歯まで。え、すごくない？帽子焦げてないもん。、ま、自分には燃え移らない炎だもん。え、すごくない？もうメラからメラミまでもう打ち放題よ。もう私、力の制御覚えてきたの。早速 3D 配信で家の片付けをしようと思います。このとっちらかり具合をね、ちょっと見ていただきたいんですけど、だいたい麦の部屋はこんな感じに散らかってます。ということで片付けていこうと思います。すいません、本当は麦が配信始まる前に片付けておけばよかったんですけどね、全然片付け終わらなかったんです。ちょっともう、お茶のゴミとかもう全然片付かないんだが、これは何？ガラガラおしゃぶり、なんだっけこれ、哺乳瓶ですね。あ、生まれてから片付けしたことないんですかね、麦。どういうこと？はい、もう麦一人じゃ終わらないので、ちょっと力を伝おうと思います。部屋をマネージャーに片付けてもらう。マネージャー助けてください。ありがとうございます。やっぱり自分で片付けすると麦は散らかる一方なので、もう二度と片付けをするのはやめようと思います。何なんですかね、頭に。あ、待って。来た。
ポーズ、サキュバスポーズ。これです。サキュバスポーズはこれです。スキップ、え、やばい、待って、スキップはちょっと待ってね。あれ、ちょっと待って、スキップどうなんだっけ。ね、こうちょっとスキップやって、あ、これだ。はい、この声は、大岡エリゼン様。お困りのようですね。何、私がとっておきの解策を、もしかして今切れましたか。はい、まあ、まあまあまあ、私がとっておきの解決策を教えましょう。前本圭介、大岡エリゼン様、花畑茶花、はい、その子の腕を一本ずつ持って引っ張り合いなさい。勝った方を本当の親としと認めましょう。いいでしょう、いいでしょう、やりましょう。簡単なこと。待って、リズマル、え、何、さようなら。あー、行っちゃった。え、なんか怖い。え、何、一本、行くぞ。怖い、若いの。真剣は、やめて。真剣は私のものだ。俺のもんじゃい。これで腕一本持っていく。やめて。引っ張らないで。待ってよ、これ知ってる、これ話した方が本当の親のやつ。二人とも手を離して。力が覚醒した。いけ、リリム、いえ、いえの叫ばすビーム。リリム、かわいい。リリムかわいい。リリムかわいい。かわいい。え、あ、リリム、リリムかわいい。どうすか、この体育座り感。いや、これ、いや、これでも俺の素の体育座りだよ。このなんかこのポツーンとした感じで待機してるよ、基本的に。うん、こうやってで、なんか友達とかと喋ってる時もなんかこうちょっと崩してやるみたいな。うん、ちょっとまあじゃあやるか。はい、な、20号ね。うん、いきます。よーい、3、4、5、4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 、
いや、うまきがキモすぎいや、ちょっとね、実は反復横跳びするとね、うん、なんか特有の動きをしちゃうんだよねめちゃくちゃだよ、なんかすごい、こんな何その動き。いや、これはまあ、人前で披露するとウケるよ、うん、でもわざとじゃないからね、本当にこの特有の動きになっちゃうんだ、うん、俺反復。これも 3D だからこんなにガニ股で反復横跳びする興奮が初めて知れるっていう、視聴者にも、ね、ありがたいからね。そう、反復横跳びしてる時の俺をみんなに見てほしかった、カニさんね。そう、え、ピースしたちゃんと。いや、してない。ピース…あ、いほら、どうよこのあ、いいねいいねいいね、コウ君らしさがすごい出てる。さっきの顔できますか。終わり。ごめん、なんで緊張して、ちょ、一回ギュしてほしい。大丈夫だよ、ほっ次お願いします。ということで、はい、先生の指定するポーズは何でしょうか。はい、あの、Y 字バランスって知ってますそれをずっとやっててくれたらいいです。はい、お願いします。え、これだよねちょ、ごめん、あの、本当にはい、こけろ。
待って、まず元気出てこ、見えてないですよカメラさん。あ、ダメだ。あ、もしもし。ええ、ちょっと待って、え、本当に聞いてない、本当に聞いてない。待って、元気で見てた？いや、見てはいたけど、どうしたの？嘘です、見てないですけども、うん、見てないですけども、え、ちょ、え、いや、俺あの 3D 配信一回やったことあるからさ、あの事前にあの誰通話かけるとかだったら、すごいこの通話かける人をあのスタッフさんに共有して、うん、あの音量調整とかをしていただくんですけども、うん、あの完全に今あの心臓がすごいですね。アポなし呼ばれるわけない、え、あ、呼ばれるわけないと。あ、ごめんなさい、やっぱかけない方が良かったですか？あ、いや、ちょ、そういうことないですけども。ですよねー。そういうことじゃないですけども。どうも、タイグサキラです。タイグサキラ 3D で挑戦してみたいことシリーズ、熱々おでん編よ。やったー、来ましたね、熱々おでん編。今日はね、素敵なゲストの方にお呼びしております。こちらです、まずどうぞ。どうも、2時36バーチャルライバーの前月海。よいしょー。お、デジさん所属、伝説のバットです。いたっけ、2、3時こんなやついたっけ、俺初めて見た。ということで、ちょっと僕、あの熱々おでん食べてみたかったんですよ、ずっと。マジですか、うん、言ってたね。早速やっていこうかなって。いや、湯気出てるよ。あ、怖い、これ。これ、怖い、今ここにあるわけなんだけど。そう、ちょっとね。絶対にほっぺたに見たんとかやめてね、前。絶対にほっぺたに見たんとか。いや、それ危ないから、本当に。本当に危ない。結構サイズ大きいんですからね。やけどしちゃうから、そう。絶対に。いや、でも人にこうやって食べさせるってなかなか難しいからな。でっかい。口のところでブランブランします。口の中入ってないよ。いろいろ垂れてるけど大丈夫。いろいろ垂れてるけど。ちょっとマット君にもちょっと食べさせてもらおうかな。いいですか、マット君。食べれてないけどな、うん、噛み跡だけ残ってる。ちゃんと食べさせてね、ちゃんとだよ。鼻はやばい。鼻はまずい。いくよ、じゃあ一回食べようか。粘膜死ぬから。いいよ。おいで。奥の早。あ、でも噛み切った。うん、素晴らしい。うまい。